フランク・ハッシーはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1924年パリオリンピックの金メダリスト。ハッシーは高校生だった1924年にパリオリンピックに出場。400メートルリレーにローレン・マーチソン、ルイス・クラーク、アルフレッド・リコニーと共にアメリカ代表として出場し、41.0秒の世界新記録で金メダルを獲得し、 センセーションを巻き起こした。パリオリンピックの後、ボストンカレッジに入学。1年生の時から大学のトップ選手として活躍。1925年には AAU 選手権の100ヤード走で優勝を果たす。しかし、その後のハッシーは下降線をたどっていく。1928年アームステルダムオリンピックでは100メートルの金メダルサ右翼ヨクと目されながらも、 アメリカの国内選考会で落選。しかし、オリンピックに出場できることを期待して、アメリカ代表団を乗せた船に忍び込んでまで、アムステルダムに向かおうとしたが、密航が判明してしまった。結局再びオリンピックに出場することはできなかった。ありがとうございます。